の愛知です。実はですね、こういう動画初めて撮るんですけど、文房具というか、その勉強するときにちょっと使うアイテム、ちょっとものなんですけど、それにちょっとね、紹介していこうと思います。よいしょー、ということで、これ勉強がはかどる初見台。皆さん、初見台って知ってます？本をね、立てて、こう読む、使う、その教科書とかをこうペタって置くんじゃなくて、立てかける用のものが初見台なんですが、この前テレビでちょっと特集をされてて、で、あ、いいかもと思って、近くのね、文房具屋さんに行ったら売ってたんで、ちょっと買ってきました。で、早速ですね、開けていこうと思うんですけど、裏にですね、いい姿勢でできるらしいんですよ。確かに、下になってると、こうやってやんなきゃいけないんですけど、前に向いてばこう、ちょっと背筋が伸びると。一応これのね、書いてあるやつでは。で、その効果、いい姿勢の驚異的効果って書いてあって、肩こり、腰痛、体の歪みを予防。腹筋や背筋が鍛えられる。胸が開くことで、こう背筋伸びるからね。胸が開くことで深い呼吸ができ、全身の血行が良くなる。十分な酸素が運ばれ、脳の活性化につながる。勉強面では、長時間勉強を続けても疲れにくい。姿勢がいいと、正解率が上がるという調査もあります。ということです。はい。どうでしょうか。では、早速、開けていきたいと思います。すごくね、軽いんですよ。で、値段が、自分買ったのは950円でした。シンプル。シンプル。はい、すいません。ちょっとね、光で飛んでしまうので、画面ちょっと暗くしておきました。で、前の部分がですね、ここが、こういうカチャカチャってなって、多分、これで、挟む。挟みたいノートじゃない、教科書とかをね。で、後ろが、こう、背もたれじゃないな。があるので、押し下げながら締めてください。押し下げながら。こうか。こうやって、後ろを、どのぐらいの角度にするかみたいな。これですると、このぐらいの角度なんですけど、後ろを下げることによって、こういう感じか。角度はどんどん変えていけますよって。全部で、俺買ったのは、1、2、3、4、5、5段階ですね。5段階に変えることができます。ではね、実際乗っけてみましょう。では実際、教科書載せてみました。これ中学校の英語の教科書をね、ちょっと古いやつなんですが、載せてみたんですけど、この教科書はちょっと薄めの教科書になります。まずここはもう載せやすいかなと思って。で、こんな感じですね。で、ちょっとね、こう試しにね、こう、ペラペラしてみたんですけど、思ってた以上に使いやすい。これはね、いいかもしんない。だからこういう感じで、ちょっと角度を変えましょうか。はい、ということで、実際使うとしたらこんな感じなのかなと思います。で、今、撮影の都合でちょっと右斜め前にしてるんですが、個人的にはね、非常にいいです、これ。何がいいかっていうと、自分猫背なんでね、ちょっと参考にならないとこあると思うんですけど、ずっと下を、ノートを書く時間はもちろんこうやって、ちょっと背中が丸くなってこうなりますけど、もし、こういう例えばワークとかをこう置いてたらずっとこうですよね。こう見て、こうやって、こう見て、こうやってって、ちょっと猫背だな、おい。なってるんですけど、これをここにつけとく。この問題の方がこうやって前にあることによって書くんですけど、見るときはさすがにちょっとね、こう背中が伸びるんですよ、自然に。さすがにこのまんまこうはあんまり見ないよ。俺はね。なので、さっきちょっと使ってたんですけど、多少使ったら、いいですね、これ。いい。はい。ただ、あとは、じゃあ、全部どんな教科書まで挟めるのかってとも大事なので、ちょっと試していこうと思います。じゃあ次に過去問行ってみましょう。高校受験の子なんかね、こういうね、ちょっと厚めのね、過去問でやると思うんで、いけるか。過去問、書き込む場合ね、ワークにやるやつをこう立てかけるのは無理ですけど、過去問とかもこうやって見ながらやることはあると思うんで、よいしょ。あ、余裕ですね。全然いけます。こんな感じ。大丈夫。OK ですね。では次に、高校生のみんなが大好き、チャートパイセン、行ってみようと思います。で、答え挟んでるとね、こんな、めちゃくちゃ熱いんですよ、こんな、あるんですけど。一応、外してるね。普通答え外すと思うんだけど、一回このまんま挟めるか、行ってみようと思います。当然ね、答えを外して、答え外した方が挟みやすいんですけど、余裕で立ちます。では最後にですね、埼玉県のテスト、模試の北進っていう模試があるんですけど、過去問とかが、この英語の教科書とか、一回りちょっと大きいんですね。で、大きい上に薄いんですよ、ペラペラしてて。で、ちょっと大きめのサイズ、これもいけるかちょっとやってみましょう。一応これ A4 サイズ対応なんですよね。A4 版対応なので、中ね、ちょっとあんま映すとまずいんで、あれなんですけど、こういう、ちょっとペラペラね、外の部分が、もちろん A4 サイズなんで出ちゃうんですが、使う分には全く問題ないです。このまま全然俺、もしできますから。はい、なんで使うことはできるかと思います。
はい、ということで今回はこの初見台をね、ちょっとレビューさせていただきました。想像以上にね、良かったです。自分使ってみて。まあ実際使います、この先もね。で、まあもちろん、この最初に話した、いい姿勢による驚異的効果っていうところが、もう、全部もう、これを使うことで、私の勉強人生変わっていくわ、みたいな。そこまでね、大きな変化がめちゃくちゃ出るかどうかっていうのがまた、わかんないと思うんですけど、ただ、勉強はしやすくなると思います。これを使うことで。で、例えば受験生とかね、まあもそうなんですけど、小学生の親御さんとか、自分のね、お子さんが、これを使って勉強することでやりやすくなると思います。ただ、多少ね、小学生ってこう、書き込みのワークとかも多いので、それはちょっとできないですけど、これはね。ただ何かを見てとか、あとはもう読書の時とかでもいいと思います。これに立てかけて、それを見ながら読書するとかも、すごくいいと思いますので、よかったら、自分が買ったのは、勉強がはかどる初見台。ソニックさんという会社かな？値段950円でしたので、ぜひぜひ、ね、興味ある方は買ってみてください。